はい、パインレイクさんですね。はい、多分 3,4 年ぶりもっとかもしれません。はい、かなり久しぶりですね。で、6月1日からですね、ちょっとシステムが変わりまして、前はあの奇数がフライとか偶数がルアーとかっていうルールがあったんですが、それが6月1日から取っ払われまして、いつ来ても釣れるそうです。はい、ただあの定員のですね、人数制限はあるみたいなんですけど、釣り方のあれがなくなりまして、はい、ルアーかフライかっていうのがなくなりまして、いつ来ても良くなりました。はい、でやはりあの海星さんに続きですね、パインレイクさんでやっぱりなかなか釣れないので、釣り方を教えてくださいっていう方が非常に多いんですね。で、システムも変わったことだし、ちょっと来てみようかなと思ってきました。今14度で結構、寒いぐらいですね。はい、で久々なのでどうかなと思いますか。水質はステインぐらいで、そんなに濁ってないです。でこんなのがうじょうじょいますね。はい、このランクが、もう確実に魚は裾野さんよりでかいですね。1匹の魚はでかいと思います。小さいのがほとんどいません。こんな、これ多分60とか70でしょう。恐ろしいサイズがいっぱい入っていますが、多分、皆さんのお話ですと非常に難しいという話なんですが、私もね数年来てないんでどうなっちゃうかちょっとわからないんですけど、はい、今日はいろいろ挑戦してみたいと思います。まああの今ですね、タックルベリーさんになってシステムが変わって、非会員の方はですね1日8000円、8000円ですね、めっちゃ高いですね。はい、で会員になって7500円で、1日券ですね。で1日券だと、リリースだと食事がつくみたいです。でキープだと、食事がつかないで7500円ですかね、会員で。まあ他の釣り場さんのまあ、どうでしょう、8000円になると倍ぐらいになっちゃいますかね。まあそれでこの大きさのやつがバンバン釣れれば多分文句はないと思うんですけど、はい、どうなるでしょうか。だとちょっとここでちゃんと、はい、ちょっとだけいいかもしれません。はい、ここはまあどんぐりランチというどんぐりの背比べみたいな感じですから。はい、ここに来て何時からですか。ね、時間はだいたい11時半ぐらいかなっていう、行こうだったらいいんですけど、まあ、はい、皆さん12時ぐらいから、あ、はい、あの、あとはまあその時の条件に合わせてやっていただいて、まあ、はい、あ、マッサージチェアまであるんですね。すごいな。シャワールームがありますね。はい、これ変わらずシャワールームがあります。すごいですね、やっぱ豪華です。ちょっと、はい、ちょっとお金持ちになった気分ですね。はい、13時間できるそうです。はい、6時から7時までこうやってコーヒーも飲みますし、じゃあ頑張ってみたいと思います。